同じ原宿にあるロックグッズ専門店ロックンロールミュージアムの前に施設されまして、エルビスファン、ロックファンの観光スポットとなって親しまれておりました。で、今年1月このロックンロールミュージアムが閉店することになりまして、さあこのエルビスがどこに次はやってくるのかということがとてもファンの間でも話題になっていたわけなんですね。そしてその移転先に決まったのがここ神戸ハーバーランドというわけなんです。そして今もエルビスの名曲の数々をオンエアし続けている素敵な放送局なんですが、まさにこの場所というのはエルビス・プレスリーが来てくれる場所にはとてもふさわしい、まさにここがロックンロールの聖地になるのではないかと思っております。神戸というのは、私は県知事、井戸県知事とお話をしましたときに、私もその時初めて知ったんですが、日本にジャズが上陸したのは神戸だったそうです。そのジャズが上陸したアメリカと深い縁があるこの神戸に銅像が立つということは、世界に向けてここにエルビスの銅像があるんだよ。今日は選挙の応援演説じゃありません。湯川玲子さんの熱意に打たれてね、この神戸の素晴らしい場所にエルビスの銅像が移ってきた。今ご紹介ありました、こちらに並んでおられる神戸新聞社の皆さんとか、あるいは兵庫県の井戸知事、それから神戸の今日は副市長の石井さんも見えてる。いわば音楽家のエルビスの銅像が単に民間だけじゃない、エルビスファンだけじゃない、行政、公共施設のトップが関わって、あ、神戸にエルビス来てもらえばこれは神戸の発展になるなと思って、ここの場所を許可していただいた、これから感謝申し上げます。エルビスファンとして感謝申し上げます。私はエルビスの最初の曲をハートブレイクホテルをある頃12、3歳頃でしたね。今から50年前、あの I want you, I need you, I love you を聞いてビビビーンときちゃったんですよ。だからエビスの曲を聴くと12、3歳頃を思い出すんです。それであの10年間ぐらいね、12、3歳頃から10年間ぐらいは、あ、エルビス聴くとこの胸が熱くなってね、で未だにあの頃をエルビスは思い出させてくれるもんですから、今日こうした、除幕式に湯川さんからぜひ来なさいってご命令いただきましたので、喜んでやってまいりました。このエルビスが好きだったということは外交にもプラスになりましたよ。アメリカのブッシュ大統領より知ってるんですから、プレスリーのこと。たまたま1月8日誕生日も同じですしね、年は違いますけども、今エルビス生きてたら74歳、42歳で亡くなった。残念なことをいたしましたけども、まあ私はまだ72は言ってませんが、もう政界引退しましたから、これからもっとエルビスの歌を聴けるなと楽しみにしております。どうかこの神戸という世界に知れ渡っている、神戸ビーフだけじゃないと、エルビスの銅像もあるよということでね、神戸の名所になってもらって、で神戸がますますハイカラな街だなと、でそういう街として、多くの皆さんに親しまれればなと喜んでやってまいりました。今日は皆さん雨の中本当にご苦労様です。ありがとうございます。エルビスもびっくりして喜んでいると思います。ありがとうございました。やったー、プレスリー万歳。これ、ご対象がやるんですよ、顔で。はい。